皆さんこんばんは。こんばんは。こんなにたくさんの皆様、本日はお越しくださいまして本当にどうもありがとうございます。今回で9回目を迎えます大岩お笑いおいの盆、これから開催させていただきたいと思います。皆様本日は大変暑い中ではございますが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思いますので、あの眼鏡お願いいたします。私はですね、民謡歌手をしております寺崎美幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこちら、今ほどわら踊りを踊ってくださいました風の会の会主木下清美先生でございます。お願いします。今年はお天気に恵まれまして、私たちの大好きなこの日赤寺さんで歌い踊れることを本当に心から嬉しく思っております。心を込めて務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、プログラムにある通り、次私のミニコンサートとなっておりますのでよろしくお願いいたします。今日うちわとかも皆さんもらわれてます？もらわれてない方いらっしゃったらごめんなさいって感じなんですけれども、どうもありがとうございます。それではいいですか？それではじゃあよろしくお願いいたします。
言われてるんですけれども、なんかちょっと涼しいなという感じがしますけれども、今日は皆様お越しいただきまして本当にどうもありがとうございます。今日は、私のコンサートを今からさせていただきますので、伴奏者をちょっと紹介させていただきたいと思います。じゃあこっちから行こうかな。太鼓奏者でありますが、普段は津軽三味線の奏者でもあります。太鼓の時の名前は山田鶴勝城さんです。入善町から来ていただきました。まあ私のお姉ちゃんみたいな感じなんですけれども、津軽三味線弾く時はね、高橋幸春さんという名前に変わりまして、今日は山田鶴勝城さんということでお願いいたします。お願いします。そしてこちら、呼吸奏者であります富山県富山市八曽町出身でございます、立浪美里ちゃんです。お願いします。綺麗ですね、なんか涼しげ、ありがとうございます。そしてこちら、もう皆様ねご存知だと思いますが、富山県の富山市在住津軽三味線奏者の鍋谷春樹さんです。お願いいたします。この9回すべてに出ていただいておりますね。私たちも9年年取りましたね。去年だけちょっとあれで休まれましたね。コロナ禍で休まれましたけど、ということで今日はこのメンバーでやらせていただきたいと思います。それでは次は、富山県の民謡を1曲歌いたいと思います。皆様ご存知の歌、こきりこぶしを歌うんですけれども、今日は、おわらの踊りを踊ってくださっております風の会の皆さんが、こきりこの踊りも踊っていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。皆さんよろしかったらね、窓のさんさまでねれこでんというお囃子をね一緒に歌っていただけたら非常に嬉しいなと思います。それでは、見て聞いていただきたいと思います。こきりこぶし、I'm not afraid to die.
ありがとうございました。ありがとうございました。コキリコ節の歌と踊りお届けさせていただきました。毎年ね、ここに来るとあお盆が来たなって感じがするんですけども、先ほどのご挨拶で中田新宝さんがおっしゃっていらっしゃった通り、9回のうち半分か半分以上は雨が降ってるんですよ。ほとんど雨なんです。ほとんどっていうかね、半分以上でね、毎年もうね、近づいてくるともう天気予報がとにかく気になって気になって、で今回は台風で大丈夫かなって心配になりながら、去年も、お天気だったんですけど、その前の年はもう信じられない、見たことないほどの土砂降りの中、本堂の中でやらせていただいたんですけども、今日はこのもう全く雨が降る気配がないこちらでできることができて本当に幸せだなと、もうこの雰囲気が大好きでございまして、ぜひ皆様にこのね、ライトアップされた日赤寺さんの雰囲気も一緒に楽しんでいただきたいなと思います。でこの雰囲気にぴったり合うだろうなという歌を次は歌いたいと思います。お隣新潟県の民謡で佐渡おけさ、そして富山県の民謡で、先ほどね、今コキリコ節歌いましたけど、もう一つ有名な歌ムニア節、この2曲続けて歌いたいと思います。それではお願いいたします。
の民謡で佐藤家さん、そして富山県の民謡ミニアブシ、2曲続けて聴いていただきました。皆様ご存知の通り、津軽三味線の鍋谷春樹さん、えらい昔ですけど言っちゃっていいですか、平成元年、だいぶ前ですね、もう何十年前か分かんないんですけど、50年前まではいかないですけど、その、ね、津軽三味線の全国大会の優勝者でありまして、いつも、ね、もう一緒にやりだしてもう15年以上経ちましたね。でぜひ、ね、今日は鍋谷さんの津軽三味線の素晴らしい音色を聴いていただきたいなと思いまして、これから1曲津軽民謡をやりたいなと思います。でなんと鍋谷春樹さん、還暦を迎えられまして大変おめでとうございます。還暦で還暦なんですね。還暦で還暦ということで、これからもぜひね元気で一緒に頑張っていただきたいなと思います。それではここで一曲津軽民謡を歌わせていただきます。津軽ジョンカラ節。
津軽ジョンカラ節、前引きから歌まで聴いていただきました。どうもありがとうございました。それではここで一曲ちょっとね、あの民謡じゃない歌を歌いたいんですけれども、なんと私に唯一一曲だけあるオリジナルの歌がありまして、将来子って言うんですけども、ご存知の方いらっしゃいます？誰も知らんけ、知らんちゃん、あら、ありがとうございます。あの今からね、4年か5年前に出した CD の中に入ってるんですけど、将来子って言いまして、あの上市の方はご存知だと思うんですけど、毎年8月13日明日なんですが、上市川で将来子のあのね、棒をこうやってね振るんですよ、火をつけた棒で、あのニオトンボに火をつけまして、あの棒を振るんですけども、亡くなられたご先祖様が帰ってこられる時に、道に迷わないようにこっちだよって照らしてあげてる、そんな風習がこの上市町にありまして、それを将来子と言います。で、あの私の母はですね、今からもう15年前に病気で亡くなりまして、まあその後すぐ出産をしたわけなんですけれども、その子がもうね、さっきもね、お笑を踊ってたあの男の子の大きい方、180センチあるんですよ今。あの子がね、生まれてもう15年ということで、あのその時にあの作った歌というか将来子なんですけども、でその母が亡くなって、その後、2年前にいつもね、私の後ろで尺八を吹いてくれていた父が、いつもこの宵の盆にもね、ここにいつも父がいたんですけれども、あの今いなくなっちゃいまして、2年前に亡くなって、今ちょうど三回忌が終わったところなんですけれども、そんな父と母を思いながら次は一曲歌わせてもらいたいと思います。で皆様も、心の中に会いたいな、いつもいつも会いたいなと思う人いらっしゃると思いますので、その方を思いながらどうか聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、将来子。
将来子という歌を歌わせていただきました。ありがとうございます。きっと私の母と父も今多分ここにいるだろうなと思って歌わせてもらいました。ありがとうございます。それでは、私のコンサート次の歌で最後となりますけれども、最後は風の会の皆さんと一緒に越中おわら節の歌と踊りお楽しみいただきたいと思います。たくさんのね、おわらは歌詞がありますけれども、次に歌うのは八尾の四季を歌いました四季おわらというのを歌わせていただきたいと思います。今年は八尾の方でもおわら風の盆が、9月1日2日3日とありますので、ぜひ皆様こちらで楽しんだ後、また八尾の方でもね楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それでは風の会の皆さんと一緒にやらせていただきたいと思います。越中おわら節。来られた来られたよ、こそ来られた来られたからには踊らにゃなるまい。たわれよしゃあやせよ、
ありがとうございました。素敵な踊りでしたね。ありがとうございます。次は長篠の最初の方にいた可愛い子供たちがおわら踊りを踊ります。子供のおわら踊りを皆様にお楽しみいただきたいと思います。小さい子から中学3年生まで、いろんな子がおりまして、皆様どうか温かい目で見ていただければ嬉しいなと思います。それではお願いいたします。
Thank you.
しいですか。それではこれから第2部始めさせていただきたいと思います。これより風の会によります合唱の踊りを行います。踊りの最後に合唱をしますので、皆様も大切な方を思い一緒に手を合わせていただけたら幸いです。また本日は中学生が、あの上わかりますか、左側の上観音堂の前で中学生が、傘をかぶって踊らせていただきますので、そちらの方も一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではごゆっくりお楽しみください。どうぞ。
Oh,
の昭和48年にこの大岩の四季を思い浮かべながら大岩の青年団の皆さんによって作られました大岩音頭というのもありまして、これからその大岩音頭を歌い踊らせていただきたいと思います。大岩の方はね、もしかしたら踊れる方いらっしゃると思いますので、新坊さん、新坊さん、あのね、洋南小学校の子どもたちにこの大岩音頭踊りをね指導してくださったりとかされてますけれども、ぜひ皆様踊れる方一緒に風の会の皆さんと一緒に踊っていただきたいなと思います。サンタくん、ありがとう、今年も来てくれて、サンタくんが来てくれました、ありがとうございます。カモシカね、カモシカのサンタくん、あのサンタくんも一緒にね踊ってくださるそうなので大丈夫かな。上一音頭もおわらもこの後踊ってくださるということなので、ぜひ皆さん、あの踊れない方でもぜひ見よう見まねで一緒に踊っていただくととても楽しいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。子どもたちも入って、早く子どもたち入ってください、みんな入ってね。それでは皆様と一緒に大岩音頭お願いします。
明日は8月13日上市観光ふるさと祭りというのがありまして、この上市音頭の流しもあります。そこではこの風の会の皆さんも上市音頭を踊らせていただくことになっておりまして、その後、花火大会がありますので、ぜひ皆様明日はね、上市観光ふるさと祭りの方にお越しいただけたら嬉しいなと思います。ダメケお父さん、腰痛い、ね、この上市音頭、大岩音頭ともに私歌を担当させていただいておりますので、よろしいですか。じゃあ皆さん途中からでもいいので、ぜひに入っていただきまして踊っていただきたいと思います。いいですか。それでは皆様と一緒に踊らせていただきます。上市音頭
馬踊りをして本日終了させていただきたいと思います。サンタ君お願いします。サンタ君もね、おわら踊り練習してくださったそうなので楽しみですね。それでは、外側が後年踊り、内側が、新踊りの場を作りたいと思います。真ん中は男の新踊り、外側は後年踊り、ぜひ皆様一緒に踊ってみませんか。本日最後の演目となりますおわら和踊り、それでは本日最後おわら和踊りお願いいたします。Thank you.
して皆様本日は大変暑い中、こんなにたくさんの皆様足をお運びくださいまして本当にどうもありがとうございました。もう最高の一日でございました。今年で9回目を迎えました大岩お笑い宵の門、来年はついに10回目ということになりまして、ぜひ皆様また来年8月12日夕方の6時半この場所で皆様とお会いできるのを心からお待ちしておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。